白の日曜日というふうに教会では言いますけれども、イエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムに入場した特別な日です。そしてこの週を、受難週というふうに言います。受ける難の週、エス様は十字架にかかった週だからですね。で、英語ではパッションウィークというふうに言います。まあ、特別な週です。そしてこの週の金曜日、この日のことを受難日、受ける難の日、イエス様は十字架にかかった日ですね。そして英語では、グッドフライデーという日。面白いのは、日本語では受難日なんですけど、英語ではグッドフライデー、最高の金曜日ってですね。まあ、イエス様にとっては受難だったけれども、我々にとってはそれは、救いの道が開かれた最高の日だってことですね。そして来週が、まあ、復活祭、イースターになります。で、普通はいつもロバの子の話をすることが多いんですが、今日は今読んでいただいたところから、まあ、2つのことについてちょっと絞って、まあ、長く読んでもらいましたけども、2つのことに絞って、特に2つ目のポイントは32節33節のイザヤ書53章の引用、十字架のところなんですけども、その話を中心に今日はしたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思いますが、今日からですね、メイちゃんって言ってしまいますね。メイさんがデビューしますので。 はい、それじゃあ、賛美の時をしたいと思います。 詩編の98編75番からですね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫かな。はい、じゃあお願いします。私の方お渡しください。新しい歌を主に歌え、主は尽くし技をなさった。主の右の手でとその聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家の恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ主に喜び叫べ、大声で叫び喜び、歌い褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけもろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこどって主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。ハレルヤ。15番。神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、
許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。イエス様、イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。ハレルヤ。ファミリーですね、55番。新しい明日へ今旅立つ、光さす方へと顔を上げて、重ね合わせた手を離さないで、未来は希望で満ちている。だからこの道をずっと、この道を同じ歩幅で歩いてゆく。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を結んでゆくから。出会いは決して奇跡ではなくて、生まれる前から綴られていた。選んだ道は確かにゴールを目指して、時を重ねていた。そっと寄り添って、ずっと寄り添って、優しさを描き続けよう。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を結んでゆくから。ファミリー、ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ
絆は永遠の愛を結んでゆくから、愛を結んでゆくから。36番、この苦しみの中からを賛美して礼拝に入ります。この苦しみの中からあなたをたたえる、この痛みの中からあなたに感謝する、十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り、十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮、この向こうに素晴らしい栄光見る、この悲しみの中からあなたをたたえる、この悩みの中からあなたに感謝する、十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り、十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮、今この中に温かい光がある、十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り、十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮、今この中に温かい光がある、愛する私の大切な子よ、安心しなさい、安心しなさい、私があなたと共にいる。あなたの前にいろんな困難が立ちはだかってきます。あなたに与えられている能力で十分です。私はあなたを超えさせていく力を与えていこう。前にも進めず後ろにも行けず、右にも左にもどちらにも行けないと思うとき、私を見上げなさい。私は前でも後ろでも、また右でも左でもなく、私を
あなたは私のところに引き上げ、そして新しい場所、次の場所へ私はあなたを置きます。あなたの考える次元はこの地上の次元だけですが、私はもっとはるかに高いところからあなたを超えさせていこう。愛する子よ、安心しなさい。私があなたと共にいる。そして決して私はあなたを離れることも見捨てることもない。私はあなたのすべてを知ってあなたを導いた年は仰せられます。この途中で投げてはなりません。この諦めてはなりません。この感謝を成し続けていきなさい。このある程度の感謝ではなく、丁寧に丁寧に徹底して感謝を成し続けていきなさい。その中で私はあなたを強め、あなたを引き上げ、確かに新しいステージへと導いていく投手は言われます。すると突然この言葉があなたの人生にも始まってきます。今私はこの教会で使徒の働きを導いていますが、そのキーワードはすると突然であります。このすると突然があなたの人生にもこの教会にも起こってくる。愛する子よ、心配しなくていい。私の時は完全であり、私の時は最善です。あなたの思いや願いよりはるかに超えて、私は一番いい時にそのすると突然をあなたに用意し、祝福と勝利を表していこうと主はおっしゃいます。あなたの考えで、あなたの判断でことを決めてはいけません。安心、信頼しなさい。私があなたを共にいて、あなたの人生に大抵のことを具体的に表していくと主は仰せられます。最後に褒むべきかな詩31番。褒むべきかな詩までも、アーメン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 。愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日救われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている方々を心からありがとうございます。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、御言葉を通して私たちを励まし、慰め、力づけ、御言葉によって私の信仰を養い、100倍、60倍、30倍のあなたが用意された祝福を具体的に表してください。語るもの、置くものもへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。主をあなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。